日立製作所はウォークスルー型爆発物探知装置を製品化いたしました。まず ID カードを挿入しますと、上下から空気を噴射しまして、微粒子をカードの表面から吹き飛ばして回収いたします。ご覧いただいていますように、カードを入れますと空気が噴射されまして、約3秒以内で検出されているのがお分かりいただけるかと思います。はい、ただいまの例は最後の通過者の、手にしてました ID カードには、爆発物を、模擬した、微粒子が、ついていたということで、検出された格好になります。爆発物を検出した後はですね、エアを吹きつけて、この短い時間でまた次の動作にまた移れるということで、非常に手軽に運用することが可能になっています。ウォークスルー型の爆発物探知装置は、高いセキュリティを要求されるさまざまな分野に適用可能と考えておりまして、社会やお客様の安心安全に貢献していきたいと考えております。